はい、皆さん、こんにちは。 通学講師の下島雄一郎です。それでは第271回順二級2時、えー、四角一番ですね。括、え、弧、ー、1括弧2こちらの方の解説を始めます。えー、なお第271回順二級二次なんですけれども、えー、平成27年7月26日日曜日に行われた検定でございます。はい、それではいきましょう。空間図形ですけれども、まあこれ括弧1括弧2とありますけど、ここでは括弧1の解説をしていきます。で、次の動画で括弧2の解説をしていきます。それではいきましょう。まず問題文から。はい。 でこの立体図ですねこの立体図まあ、えー、見取り図ですけれどもこちらはですね、えー、問題文の中に与えられておりますよろしいでしょうかはいそれではいきましょうはい右の図のような底面が底面ですねまあ底面これですね ABCD もしくはまあ、えー、EFGH ですかはい、えー、底面一辺3センチの正方形でそうですねはい、えー、高さが9センチの、えー、正四角柱 えー、A B C D ハイフン E F G H があります。はい、この立体の表面上に糸、えー、をかけるとき、えー、次の問いに答えなさい。まあ測定技能ということですね。はい、でまずカッ一からいきましょう。点 D からこれですね。点 D から点 F まで C G を通ってこうですね。 CG を通って糸をかけます、えー、かける糸の長さが最も短くなる時きのえ糸の長さを求めなさいということですねまあ、こちらの図でいうとこの青い線ですね青い線がまあ短くなるように糸の長さ短くなるようにすればじゃあどういうふうにかければいいかってことでございますねはい で、一応括弧に問題文だけ読みます。えー、線分 B. D. の三等分線ですね。だから P. っていうのはこれ実は B. D. の三等分なんで。まあ、ここに、まあ、等分等分ということですね。まあ、これの三等分のうちの、ここは、これの、まあ、三等分ですね。はい。で、長さを三等分。 する点のことですね。三等分点。のうち点 D. に近い方を P. とします。これですね。点 P. から。えー、点 F. まで。点 P. から点 F. まで。辺 B. C.、こうですね。変 B. C. を通って糸をかけます。かける糸の長さが最も短くなる時の糸の長さを求めなさい。この問題は答えだけを書いてください。とありますけど、一応ですね。えー、解説はいたします。ね。さあ、まず括弧一からいきましょう。はい。ええー、まあ。 空間図形立体図形なんですけどあの空間のままですとかですねあの立体のまま考えてしまうとですねああどうしようになってしまいますのでここはですね平面で考えます平面に慣らしてですね考えていきましょうそうしますとじゃあどうなるかというとですねこの問題どうするのかどこの平面がポイントになるかというと D からまあこの CG のところを通ってですねこの辺 CG を通って まあ f をかけると。なので、一つで言えばこういう風にかけるって形ですね。で、どこの平面に着目するかっていうと、c d h g と b c g f ですね。この二つの面、それを取り出したのが実はですね、こちらの面になるわけです。で、今じゃあどうやってかけるかと、点 d から点 f にかけるっていうことですよね。で、そうするとそのかけ方っていうのはじゃあどうなるかっていうと、この青い線のいわゆる最短距離ですよね。じゃあどこが最短距離になるかというとですね、それを今から示していきます。青でいきましょう。はい。 この青い線の最短距離って実はこうなんですね。こういうことなんですよ。 はいそれは最短ですから D から F に最短にかけるっていうのはもう直線になるわけですねだからクニャーっとかねバ,バーンとかやってしまうとこれね最短距離になれませんので最短距離はもう直線と思っていただければよろしいかと思います。でそうするとですねじゃあこの最短距離はどうなるかというと実はここで何が使えるかっていうとあら不思議 3A 法なんですよ。でどううにかっていうとここはセンチ9ンチで、はい、これ見てください。DBF っていう直角三角三形になりますよね そうすると、結局ですね。これ BD が6センチメートル、BF が9センチメートル。とすれば、DF っていうのが、これは三角形 BDF の斜辺の長さになってくるということなので、結局はその斜辺の長さを求めていただければよろしい、ということになりますよね。はい、それではいきましょう。そうしますと、はい、これはもうこれで大丈夫かと思います。糸の長さ、じゃあ、どうなるか、ということなんですけれども、はい。 いきますよ。そうすると最も短くなるときっていうのはまあ最短距離ですので、そうすると、はい、えー、DF は、はい、DF はこういうことですね。BD の二乗プラス、えー、BF の二乗ですよね。はい。ということはまあこれのルートを取ってあげれば OK ということですね。で、そうすると。 もう B D は三プラス三で六ですよね。だから六の二乗プラス九の二乗とね。あとはこれ計算すればオッケーですね。でそうするとこれ三十六プラス八十一ですから、えー、まあ計算しますとですね、三十六プラス八十一とのはこれ百十七なんですけど、実は百十七ってこれ三ルート十三なんですね。えー、D F は三ルート十三ということですね。はいできましたということですね。 ででで終わらせないいいいいくださいねいいですかはい、あのー、これやったらですね3 13はですねで書きましたらこれ減点ですなぜかはいまあ、これはですねあのーまあ、12級の動画解説でもまあお話はしていることなんですけれども単位がある問題に関してはちゃんと単位書いてください。ということはこの問題はセンチメートルと書いてありますので答えを書くときもちゃんと3ルート13センチメートルとちゃんと書いてくださいね。いいです,か、はい、よしですね。 センチメートルちゃんと書いてくださいねということですはいここはちゃんと注意してくださいあの単位ミスとかですねもしくは単位をつけなかったりするとこれは減点になりますのでその点に関してはですねくれぐれも注意してくださいいいですかあのこれはあのまあ、数学検定に限らずのお話なんですけれどもあの例えばですねあの単位のある問題とかありますよねセンチメートルとかまあ、えー、メートルとかですね え図形でででですすすとそうですよねね他にはです、ねえー、例えば文章代ですよね文章代で何円ですかとかおいくらですかっていう時に「あの何円」って書かないとですねこれやっぱり。 単位がついてないので何言ってんのかわからないということになりますのでくれぐれもですね単位がある問題に関してはきちんとですね単位を書く習慣をつけてくださいはいそれではいきましょうはいそうしますとまず括弧1解説していきましょう点 D から F までのこれ最短距離を求めなさいということですねはいこの空間図形立体図形の D から F まで糸をかけた時の最短距離っていうのは結局平面にならした時に DF が最短距離になればいい 最短距離ということは直線ですよねそうすると直線をかけてしまったら BD、BF これ セセンンチチでで三三角角角角形形 BDF B90 度すすから、えー、直角三角形できますよねそうすると直角三角形ができる以上は DF っていうのはこれ斜辺の長さになりますので三平方の定理を使えば実はもう出てきてしまうということですね。でそうすると三平方を使いますとまあ6の2乗プラス9の2乗ですね、まあ、それルートすれば OK ですので3ルート13で最後にセンチメートルということでですね、えー、きちんと書いてください。 はいそれではですねまず、えー、第二百七十一回順二級二次四角一番の括弧一の解説を終了いたします、えー、次の動画で括弧二の解説をいたします、えー、まず括弧一の解,解説を終了いたしますありがとうございました